どうもマンボウです。まずはこちらの動画をご覧ください。これはラッシュ E という曲のピアノの譜面の一部を切り抜いた動画です。この曲は最初の方は普通なのですが、後半になるとどんどん譜面が複雑になっていき、最後の方はもうめちゃくちゃでアイロンビーズみたいになってしまっています。一体この曲は何なのか、そしてサムネイルと動画の途中に出てくるこの画像は何か、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。まずラッシュ E と検索すると出てくるこのキャラクターについて解説していきます。この画像が生まれた経緯はちょっと複雑です。まず2015年5月25日にある画像がツイッターに投稿されました。それは映画シュレックに登場するファークワード卿という悪役のキャラにアメリカの人気 YouTuber マークプライヤーさんの顔をコラージュした画像です。さらにこれをフィルターに通してガビガビで変な色に見えるようにしたディープフライドと呼ばれるバージョンにアルファベットの E を加えたものが2018年2月15日にタンブラーに投稿されました。そしてさらにその画像の首から下を Facebook の CEO であるマーク・ザッカーバーグさんにコラージュしたのがラッシュ E に出てくる画像なのです。ではなぜこの画像には E と書かれているのか、結論から言ってしまうと全く意味はありません。驚いた人もきっといるでしょう。僕も調べていてびっくりしました。というのもそもそもこの画像は現代、特に2000年代後半のミームに対抗して作られたものなんだそうです。この頃のミームには構成がしっかりしていて、常に共通のテーマに沿ってオチが設定されているという方向性がありました。具体的な例を出すと、2012年頃に生まれたミーム、バッドラックブライアンには金髪の男の子の写真に恥ずかしい話や悲劇を説明する文章を添えるというフォーマットがあります。このように決まった型があるミームがどんどん増えていくにつれ、それに対抗するように方向性も目的もない、意味が全くわからないシュールなミームも爆発的に増えていきました。こちらも具体例を挙げると、以前紹介したミームマンの漫画がそれに相当します。 E もこうしたシュールなミームの一つでしかないのです。ある投稿者は E というミームについて次のように書き込んでいます。E がジョークであるという事実こそがジョークであり不条理であることを意味している。大文字の E のような本来意味のないものがミームとして使われるだけでミームとしての価値を持つようになる。 E は超越されたミームなのだとのこと。確かに日本でもなんでこんなのが流行ったんだと首をかしげたくなるようなネタや、一人の投稿者がネタをこすりまくってその結果ミームに昇華したものもあります。ミームが作られる過程には意外と意味や理由はないのかもしれませんね。ではラッシュ E という曲はどのようにして生まれたのか、こちらの経緯もまた複雑です。この曲を作ったのはシートミュージックボスという海外のピアノ系 YouTuber。 このチャンネルでは主に様々なジャンルの音楽を演奏する様子を難易度別に分けて投稿しています。そんな彼らは2018年に B というタイトルの動画を投稿。内容は赤い B の絵文字がピアノの B の音符の上に落ちてきて演奏が終了するといういわばネタ動画のようなものでした。この動画はなぜかコミュニティガイドラインに違反していると判定され YouTube に削除されてしまいますが、動画のコメント欄に書かれていたこれをロシア風にできないかというコメントを見て、シートミュージックボスはラッシュ B という曲を作成しました。するとこの曲はネットで有名になり、それを受けて彼らはラッシュ A からラッシュ G までラッシュシリーズの曲を作り始めます。その中の一つでズバ抜けて人気になったのが2018年6月1日に投稿されたラッシュ E なのです。ちなみに曲名のアルファベットはその曲の一番最初で鳴らす音を表しています。これはピアノをやっている人じゃないといまいちピンとこないかもしれませんが、 ABCDEFG というアルファベットはピアノのドレミと連動しており、そこから取っているのです。だから最初に A を鳴らす場合はラッシュ A、 E を鳴らす場合はラッシュ E という曲名がついています。ここまでを要約すると、 1.B というネタ動画が作られる、 2.B のロシア風としてラッシュ B が作られる、 3. ラッシュ B を E に移調したラッシュ E が作られ、それが E ミームと結びつけられるという流れです。ラッシュ E 並びにラッシュシリーズはなぜ YouTube で流行したのか、その理由は冒頭でお見せした通り曲の難易度が異常に高かったからです。ラッシュ E が投稿された2018年には他の YouTuber やミュージシャンがこの曲に関する動画を投稿し始めます。例えばこちらのような演奏してみた風の動画、最初の方は普通にできていますが、後半のあまりに理不尽な譜面に発狂してしまっていますね。いくら弾いているフリーとはいえ、このリアクション動画から分かる通り人力でラッシュ E を演奏するのは仮に指の数がもう10本ずつあってもかなりきついと思い知らされます。では実際に演奏するのは不可能なのかというと、必ずしもそうではありません。実はラッシュ E には難易度を調整したバージョンが存在します。こちらも難しいのには変わりありませんが、本家のようなカオスにはなっていないので、それをピアノや他の楽器で演奏した動画が YouTube に投稿されています。さらにはプロセカや太鼓の達人といった音ゲーでラッシュ E の創作譜面を作った動画も、どれもラストスパートにかけて譜面が死ぬほど難しくなる部分をしっかりと再現しているので、音ゲーが好きな人はぜひ見てみてください。いかがでしたか。今回ラッシュ E について解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説
してほしいミームがあればぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。